今月5日、旭川市立高台小学校で西川雅人旭川市長ら市や警察、地域などの関係者が新1年生に交通安全を呼びかけるワッペンを配布しました。入学式のため保護者と一緒に新1年生が登校してくると、西川市長は入学おめでとうと声をかけ、一旦止まって右左と書かれた交通事故傷害保険付きの黄色いワッペンを児童の胸に取り付けました。道路とか通るときはどうやって通りますか？信号を見て車に気をつける。道路を渡るときはどうやって渡りますか？右左見る。児童には黄色いワッペンのほかに交通ルールが書かれたファイルもプレゼントされ、子どもや保護者に交通事故に遭わないよう注意を呼びかけていました。先月26日、イオンモール旭川駅前で旭川若者応援に関する連携協定の締結披露式が行われました。この協定は旭川市と北海道市立専修学校各種学校連合会旭川支部、そしてイオンモール旭川駅前の3社が連携し、若者を主役とした中心市街地の活性化や職業教育の推進などを図ることを目的に締結したもので、締結式では3社が連携して取り組む旭川若者応援プロジェクトのロゴがお披露目されました。締結式に引き続き26日と27日の2日間、旭川調理師専門学校や旭川理容美容専門学校など7つの専門学校による職業体験イベントが行われ、参加した子どもたちはヘアカットや和菓子作りなどさまざまな仕事の楽しさを学びました。高齢者の肺炎球菌感染予防接種を実施します。対象は来年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、95歳、95歳、100歳になる方および101歳以上となる市民の方などです。詳細は対象の方に送付するお知らせはがきや旭川市のホームページなどでご確認ください。